問8です。4.6g のエタノールを完全燃焼させると生成する二酸化炭素および水はそれぞれ何 g かという問題ですまず化学反応式を作る必要があります、えー、完全燃焼させるというのは空気中の酸素と結びつけるということなので、えー、O2 と結びつけて係数の部分は後で考えるから開けておきましょうねで生成するものもこの化学式から分かりますがここに CO2 二酸化炭素と H2O とも与えられているので、これでいいでしょう。二酸化炭素 CO2 とメス h 2 o が生成します。で、係数を合わせて、こちら左辺に C が2個だけど、こちら1個しかないので、2倍していいですね。で、こちら H が6個。で、こちら2個なので、3倍するとちょうどサニーが6で、6個6個で大丈夫です。で、それに O の数も合わせておきましょう。こちら O2 が2個、2人が4個と、3個で全部で7個。で、こちらも7個になる必要があります。ここに1個あるので、残り6個なので、ここは3で。 いいですねで。化学反応式はその係数が反応に関わる物質の物質量の比を表します。こちら見えないけど1がありますから1モルのエタノールが完全燃焼したら2モルの二酸化炭素が生成し3ですからね3モルの水が生成するということです。 でそれぞれの式量を出しておきましょう。まあ、ここは簡単でいいですね。C2H66。C が12だからこれ24の6の16だから30の46。CO2 が12の32で44。で、H2O が2の16で18。 これが表している数字はもし1モールがあったらエタノールは 46g だし二酸化炭素は 44g だし、えー、水は 18g という意味です。で今これ、えーまあ、例えばで考えればいいのでエタノールが1モール反応したとしたら 46g のエタノールが反応したとしたらと考えていきましょう。そうすると2モルの二酸化炭素が発生します。二酸化炭素は1モル l 4 4 g でした。2モルだったらその場合の 88g の二酸化炭素が生成します。いいかな1モルあたり エタノールが 1mol 1あった場合で考えてますよ。もしエタノールが 1mol46g あったら二酸化炭素は 2mol なので、2mol 発生するのは 88g の二酸化炭素が発生する。で、水は 3mol なので 18×3 の 3パ24の5 4ム発生するということです。で、あともうここの脳でも大体同じ続きだから、このまま答えにしちゃっていいです。4 6ムあったら8 8ム生成するってことでしたら、その10分の1の4 6ムのメタノール、エタノールがもともとあったとしたら、発生する二酸化炭素はその10分の1で8 8ムです。で、水も10分の1で5 4ムですねで。こちらで答えになります。 こっち見せとここちらの答えで CO2 が8 8ムの水が5 4えこちらの答えです。もちろん途中にボルは挟んでもいいです。今これをやって。まあこっちでいいか。うん。C2H6O プラス3倍の O2。 になってないで矢印の2倍の CO2 プラス 3H2O、これは1モルの、えー、とエタノールに対して2モルの二酸化炭素が発生し、3モルの、えー、水が生成するということを言っていますよね。で今、エタノールは4 6ムです。で4 6ムというのは、これは、えー、エタノールは分子量が46。1モルあたり 1mol 1たら4 6ムなので、4 6ムだったらその10分の1で0 1モルということですよね。で0 1モルの、0 1 m o の、えー、エタノールからは0 1モルに対して2モルの二酸化炭素が発生するので、0 1モルに対しては二酸化炭素は0 2モル発生しますし、えー、と、水の方も0 3モル発生すると言えますね。で 四季量が、えー、CO2 が44。1モルあたり 44g なので0.2モルだったら44に0.2をかけて 8.8g、えー。いいね。88に調整で組むんだもんもね。で、水も、えー、H2O の式量が18なので、分子量18なので、18に0.3をかけ,かけて、 グラムと,出すこともできま,すまああのもちろんこっちのやり方でねパッと出してもいいけどその4 6 5 4 6ムが何モルか出すなんてそんな大した手間ではないので、えー、こちらで出しても全く問題が問題はありませんまあどちらもできるようにしとくのがいいでしょうねこれ消さなきゃよかったねそのまま取っときゃよかったねこれもこれで正しい考え方だもんね